久保さんいやー展開素晴らしいじゃないですか <laughs> まあ宇宙って言ってもね全然分かんないですもんねまだ展開の方がまだ分かるんじゃないですかね <laughs> まあ久保さんのおっしゃる通りでそのなんだろうな物事をどう因数まあこれはね三木谷社長が言ってたんですけど因数分解どうするかっていうね だからこの因数分解も展開のその先の因数分解なんで、まあ結局どう見てるかなんですよね。こ今回テーマがね、年収3億円にしましょうか。まあ昨日僕、年収3億円の、えっ、ー、と、美容室のアースー代表取締役ともう一人の、ちょっと、その人は年収50億なのかな。まあその、その人。で、多分ね、その人は10年間休まないで働いたみたいな。 なんかね本出してたような気がするんですけどまあその人たちも言ってたんですけど要はあのー、遊びが仕事仕事が遊びであるとだから境目がないよとでなんで境目がないのかっていうと人が遊んでるように見えても全て展開してるんですね、まあ、展開という言葉は使ってなかったですけどまあどっか遊びに行ってもまあ、結局じゃあそこで働いてるスタッフさんはどういう教育受けてるんだろうとか どういう絵がどういうねあれでやってるんだろうって常にこう展開しているまあ考えているだから遊んでても仕事になるし仕事してても遊びになるしっていう境目がないとい久保さんとか僕もそうで、まあ、久保さんなんかもう空気が仕事になってるみたいだねまあ僕もそれになりつつありますけどねうん呼吸する呼,呼吸するように動画を撮ってね呼吸するように動画を撮ってないつの間かそっ塾売れてるっていうね もう空気が仕事みたいなね。こう空気が仕事ってすごくないですか <laughs> 仕事は空気みたいなね <laughs>。多分ね、もう異次元に行くと、もうそこなんですよ。もう仕事は空気、空気は仕事。もう本当これですよね。うん。だからもう無意識レベルでお金が入ってくるって感じですよね。うん。だからまあ、その、うん、これ、実際に、まあ、久保さんはね、ポートフォリオというか、その、 金融でね、あのうーんそのお金が入ってくる仕組みもあ,りあるけれども、これは、金融じゃなくても同じ概念が言えるわけですよ。うん、確かにお金は入ってくるけれどもそ、その仕組みでね、お金は入ってくるかもしれないけど、空気のごとく動画を撮って、ただその,その先に塾に入塾者がいれば、もうこれは同じようなもんですよね。<laughs> ぶっちゃけ。うーん ああまあ、あのー、展開できるっていうことがすごく大事かなと思いますね。うん。だから、ほとんどの人は週休、まあ、もうちょっとで花金ですか金曜日だ、言うてね。前もなんかメッセージもらいましたけど、週末終わりだねとか、なんかインスタでもらったんですよ。今日で週末終わりですね、みたいな。僕はまあ関係ないですよね。毎日が週末で、毎日がなんか週明けみたいな話なんで。 ももう予備感覚もないですし、うん、だから一般の人たちっていうのはやっぱりその仕事と休みっていうのを分けちゃってるんですよねうんだからそれがつながってくるといいと思いますねでもつなげるためにはねどうすればいいかっていうとまあその10年1日目休まず仕事するみたいな なんかそういうねな,なんだろうなそういう区間がないと無理だと思います例えばこれ10年休まず働くってどういうことかっていうとまあ車の運転みたいなもんじゃないですか最初車の運転ってこうでじゃないですか教習所で習ってた時って間違いなくねこうやってね両手で持ってたはずなんですよ申し上げますね教習所で自分が初めて車に乗った時ってこんなんやってないはずなんですよ でも今どうでで、すかって話でもう車ずっと10年20年乗ったらどうなるかっていうとこうなんですよねもう,もう片手で余裕なんですよ鼻くそなんですよねで鼻くそになりすぎて、うん、巻き込み確認とかもしなくなっちゃって事故するとかねあとは、うん、慣れすぎて逆にあの運転が乱暴になってしまったりとかでも教習所にいた時乱暴でしたかって話で教習所にいた時に 煽り運転しまししまたと多分しないんですよ、まあ、本当に0.01%の、うん、ヤンキーの人をほらーってやってて今日先生に、ね、怒られてねあの免許取れないみたいなあるかもしれないですけどでもまあ多分ないでしょうね、まあ、ルール守ってちゃんとやったと思いますだって免許取れないから <laughs>、うん、だからそれはやっぱもううわーやることによって、まあ、それがまあ自然になってくるってことですよね楽になってくると境目がなくなってくると 鼻になってくると、うんだ,から何だろうな、うーん、まあ、久保さんはね、キャバクラ、あとね、あの、うん、多分、久保さんがキャバクラの話を出したのが、僕はキャバクラ嫌いですっていうこともあって、多分出してくれたと思うんですけど、僕、キャバクラで展開したくないですね、僕はね。だから、人それぞれ展開の仕方はあると思うんで、僕はキャバクラでは展開したくないですね、それは。 なぜならば、なぜならば、これ理由があって、お金がかかるからです。ただだったらいいですけど、お金がかかるんで。<laughs> お金がかからないことから展開した方が、うん、利益は残るってことですね。ぼ僕の考えですね、うんと。経費最小、利益最大。これは、まあの、稲森和夫さんの、京、えー、セラセロ,セロフィーかな、その、この哲学みたいなのがあって、経費は最小。 で利益は最大っていうこの考え方があるんですよ。でキャバクラが僕嫌いな理由は金が高いからですよね。だ少なくてもやっぱりその女性とねもちろんそのテクニックとかいろいろあってお金をできるだけ使わずボトルを入れずねその女の子と仲良くなるっていう手法はあるかもしれないけれどもせきを絶対かかるのでだけどね僕のまあこれを極端な例で言うならば世界に一つだけの花なんですよ。 だこれ牧原さんね、牧原さん、ちょっと捕まっちゃいましたけど、牧原さんもこの世界に一つだけの花っていうのは300万部ぐらい売ったわけですよ。まあ、他にもいろんな歌売ってますけど、もうめちゃくちゃ売って、あれ、まあ、トータルでカバーとかも全部入れたら、多分1000万とかじゃないですか、世界に一つだけの花っていう。で、あの歌詞って、あの軒先に並んだ花,その花屋さんの小さな花なんですよ、歌詞の冒頭が。 要はそれを展開しして歌詞にしたんですよねでもその軒先にね並ぶ小さな花とかねそれ誰でも見れるじゃないですかタダで見れるわけですよねでそれをどう展開したかですよねだタダで展開してさんもう億万長者ですよ <laughs> こっちの方が僕はコスパが高いなと思いますねうんだから僕は何で YouTube とか見るのかっていうとタダなんですよねでただで情報を聞いてそれを展開した方が もうう利益が出るっていうね、うん、ちょっとあの濃すいんですけど <laughs> もう無料から無料から1億を作っていくっていう無料から無料の情報から1億という価値を自分で展開できるかどうかっていうでこのスキルがあれば本当にお金かけなくてもいくらでもお金作れるんですよでもお金をかけないとその展開できないっていうことであるならばお金が必要なんで。 だ僕がその投資をまだやらない理由っていうのはそこなんですよね。お金がないとそもそもとして展開ができないと。うん、だからまず足元。僕は足元でキャッシュでしっかりと余剰資金を作ってその余剰資金でそっちは学ぶと。でもそれをできない間はもうとにかくあの無料から U を生み出していく展開しまくってやっていく YouTube も無料ですからこの無料っていうプラットフォームを展開してめちゃめちゃ展開して。 これもう10万も20万も30万も100万も展開してて、で、まあ、少なくとも広告収入も100万本クラスまでいけば、まあ、ある程度ね、あのー、多分二三30万入ってくるので、何もしなくても、たぶん。これは僕のアナリティクスと、まあ、久保さんもアナリティクス見てるんで分かると思いますけど、たぶん100万本クラスになれば、たぶん三30万は絶対硬いと思うんですよ。まあ、ちゃんと SEO とかね、ちょっとそういうキーワードも入れ込んでやっとけば。うん。 だから、まあ、そ,このポそこの無料をもうめちゃくちゃ展開して、まあ、圧倒的にその余剰資金を作っていくっていう、でゼロから、まあ、YouTube0 円ですし初期費用かかんないし月額のランニングコストかかんないし0円から何十万が毎月ポートフォリオでこう入ってくるととかそういう仕組みスキームだったりとか、まあ、コンテンツビジネスもそうですけどこそこから集客をして、まあ、コンテンツを売るこれもあらりほぼ100%ですから。 だそれをしっかり足元固めて、もう鬼のごとく固めた上で、もう超安全牌なんですけど、めちゃくちゃ鬼のごとく固めた上で、圧倒的に固めて、そしてやるっていうね。これは僕の鉄則ですね。うんこれはあくまでも僕の展開の仕方、僕の人生の展開の仕方です。あなたの人生の展開の仕方はわからないです。で僕はそういう、えー、スキームを頭の中で組んでますね。 でそっちのほうが一番安全牌だと思僕は思ってるんで。うん、でしかも、そのコンテンツをこうやっていくことによって、スキルという資産もどん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 ついていきますので、あの多分久保さんだ例えばネットビジネスを教えます、マーケティングを教えますってなった時に、やっぱ久保さんはもう引退してるので、僕はもう現場レベルで常にやってるので、じゃあ、どっちの方がスキルがこうああ高いのかっていうと、僕の方が絶対高い自信しかないですね。それはずっとやってるんで。 そもそも久保さんの前からやってるし、今もやってるし、だから、じゃあ誰から教わるのってなったときに僕になるわけですよ。もちろん久保さんは空想家を選ぶ人もいますよ。いますけども、間違いなく僕は取れると思ってるんで、そこ誰からならはもうずっとやってる吉谷さんだなと。これが10年、20年、30年もやってたら、もう吉谷さんでしょと。そう、たぶんなるので。で、そうすると、あの、 ななんだろうな僕今ドリームアカデミー120万ですけどもじゃあ普通に動画を撮ってるだけでもね空気のごとく動画を撮ってるだけでも120万が入金されるわけじゃないですかこれ年間で10人いたら1200万ですよねもちろん僕ドリアカ以外にも商品いっぱいありますけどこれからもいくらでも作れるしそうなってくると余剰資金作れませんって話でうんまあまあ僕そう,そういう感じでやってますけどねうん だからまああなたがどう展開するかわからないですけどまあ人生を展開しろっていいんじゃないですかねこれいいんじゃないですか、うん、人生をおあの早く大きく展開してくれてうんまあ展開していくためには考えないといけないですけどねうんだからその考察していくっていう深く深掘りしていくってことですねうんだからそのニュートンさんもねあのリンゴが落ちた時深掘りしたんですよね、まあ、なんでリンゴ落ちるのかなみたいな でも多くの人は深掘りできなかった展開できなかったわけですよただリンゴが落ちる見てて何も感じないね何も展開しないだからそこから発展がないですよでもニュートンさんはリンゴが落ちるという現象から発展した展開した広げてった考えただから 引力がそここにあるっていうことを見つけけ出せたわけですよねつまり同じ現象だけれどもすごい、えー、な,んとかなんとか賞を取ったのかなわかんないですけどすごい、ね、世に残るもうニュートンさんなんか死んでるけどいまだに僕はこのトークとして話してすごいですよねいまだに生きてるみたいなね僕はすごいと思いましたよ、ね、からねうんあとね僕コンサルセンに、まあ、そのインターネットビジネスにおいて、まあ、マーケティングで J っていう人がいるんですよ J、Abraham ・ A ブラハム でこれは僕15年前にハイパーマーケティングっていうね、あのー、だまあ伝説の本みたいなのももはや15年前に出たやつなんですけど、まあ、それを初めて読んだんですけど、で、そこで、まあ最初は全然展開できなかったです。わかんないです。最初全然わかんないんだけども、まあ今はもうだいぶもう分かるようになりまして、その J がね、こんなこと言うわけですよ。世界一の IBM とかコンサルできる人ですよ。IBM コンサルできますかなんかその J から習った人は、なんだ、7000億か。 1>, 1兆円ぐらいの利益をもたらしたみたいなね。とんでもない化け物がいるわけですよ。そのマーケティングのね。そのマーケティングのすげえ化け物がいるわけで、あそのコンサルで、1時間300万とかですよ。<laughs> コンサル、確か。まあもっと今は高いか分かんないですけどで。そんな人がこう書いて解いてるわけですよ。ね。あの、共感とは何かと。顧客と恋に落ちることだと。ね、恋に落ちることって書いてあるんですよ。 僕はね、ね。痺れました、ね、でも最初は分かんなかったですよ。最初はその何で J が世界一の人がねもう IBM をコンサルして、うん、そのクライアントに7000億以上の利益をもたらしてる人が顧客と恋に落ちろ恋ってなんやねんって話だったわけですよ。だけど僕はいろんなことをやってもうめちゃくちゃやったことによってその深みですよねその言葉の奥の展開の深みがあーって分かるわけですよ。 すげえなと恋に落ちるっていうこのなんだろうな美しい言葉にこのまとめ上げてしかももう間違いないっていうなんだろうな僕はしびれましたけどねでもそれは最初はしびれなかったですね分かんなかったですでもこれ勉強していく中ですよね、うん、やっていく中でそれを僕自身がその言葉に対して展開できるようになってすげえなとやっぱこの人すごいなと普通の人は言えないですよ 顧客と恋に落ちるっていうね。まあ、久保さんもね、顧客のために死ぬみたいなね、それもまあまあ言えない言葉なんですけど、<laughs> 顧客のために死ぬっていうのもね、まあまあ言えないですよ。だからそれじゃあ、そこの、なんでそこまで言えるのか、なんでそ,こそれを言えたのか、そのバックボーンめちゃめちゃあったってことなんですよね、要は。ただ言ってるだけじゃないですからね、本当に。めちゃくちゃバックボーンがあったと。要は、なぜ自分が、 億を稼げたのかなぜマージャン店のおっさんでね、借金まみれだったのに、僕がなぜあの億万長者、まあ、現金一括、借金3000万返して、現金一括で家買ったりとかして、今、自由な生活を手にしたのはか、そのバックボーンは何なのか、一番初動のブーストアップは何なのか、何やってきたのか、それはもう顧客のために死ぬぐらいやったからだよと。 てか、それぐらいやらないと、てか、それぐらいの気持ちでやって、それぐらいやったらいけるよっていうような、まあ、これ、簡単に説明してますけどね。でも、そういう背景があるわけですよ。実際、血肉でやったっていう、めちゃくちゃやったっていう。だって、365日お客さんと会って、365日セールするなんかやや、やらないでしょ。僕、もその話聞いたとき、やっぱすげえなと思いましたね。僕もそこさ、ささすがに365日対面で会うっていうことはね、やったことないですもん、僕も。 僕もやったことないですよ。まあ、今、コロナなんで、対面でっていうのはあれかもしれないですけど、コロナがなかった時もあれですけど、365日、毎日お客さんと対面で会う、これ、やれる人いないですよ。いや、吉田さん、ネットビジネスでそういうのじゃなくて、僕はそういうのじゃなくて、ネットビジネスに入ったんでしょって、なんかそういう人多いと思うんですけど、でおっしゃる通りです。<laughs> <laughs> もう久保さん、もネットビジネスなのかリアルなのかよく分からねえみたいな話ですよね、もう、ネットとリアルの境目がないとね、仕事と遊びの境目がないみたいに、ネットとリアルの境目がないみたいな話で、それぐらいやってるわけですよ。だから、なんか生半可な気持ちでね、億万長者なんかなれないですよ、1億なんか稼げないですよ。 でこの前、熟成さんと音声対談して、女性の方は去年1億3000万あげましたけど、まあ、めちゃやってますよ。めちゃ、めちゃくちゃやってますよ。うん。まあ、っていうね、でも、みんなやらないからね、その深みっていうのは、まあ、あの結局わからないっていう。ぼーっと聞いて、ぼーっと流して終わりっていう。でも、やればやるほど、その人の言っている言葉、自分が行動すれば行動するほど、その人の言葉の価値、 がすごく展開できるるしその受け取れるんでですよでもこれやってない人はまあまあ受け取れないですよ。経験もない。やってない。ぼーっと生きてる。何も考えてない。そんな人が雨が降ったら傘をさすっていう言葉を聞いてその価値を展開して受け取れるのか受け取れないです。こう言い切ります。間違いなく受け取れないですよ。うん。だから雨が降ったら傘をさすっていうね当たり前やんけと。 この当たり前の中にどういう価値を見いだすか、まあ、松下さんも言ってますけどね、この当たり前のシンプルな行動心理に成功の、まあ、全ての要因が入ってるみたいな話なんですけど、だからまあ、自分がやってなければ、そこの当たり前にも気づけないし、うん、そうやったからこそ、あ確かにやらないとだめだなっていう当たり前に気づけるわけですよ。 もう一度見ますね大事なんで自分がこうめちゃくちゃやってきて結果が出てきてあなるほど本当にやらないといけないんだなあ結局当たり前のことをもう愚直に凡じてってやることがこれ本当に正しかったんだっていうまあなんだ確認みたいな感じですよねだから僕はマネーの虎の高橋がなりさんに人生とは何ですかって質問しに行きましたけど確認かなみたいなねうんだから 目の前、まあ目の前のことをやってるときってわかんないんですよ。でも多くの人は目の前のことをやろうとしているんだ、まあね、やろうとしてるんだけど答えを欲してるんですよ。で答えを欲してて答えがあれば目の前のことできるとかね、なんかそう思ってるんですけど、最初は目の前のことをやってる段階ではわかんないです。もうがむしゃらにやるしかないです、とりあえず。 まあもちろんある程度考えないといけないですけど、でも考える量も少ないんですよ。考えられないんで最初は。だから身を見よう見まねで真似て、もうパクって真似て、とにかくやりまくるしかないんですよ。がむしゃらに。で、その、がむしゃらにやってるのはもう自己流じゃなくて、パクるってことです。少なくても。で、少なくてもパクってるので、真似てるので、ね、あの、 自分の経験じゃなかったりとか自分のそのあれじゃなくてもその人がうまくいっているものをパクってるので確率的には高いわけですよで確率が高いことをブワーやっていくわけですよでそうすると自分の中でその経験値も生まれるし自分の中で自分がこう考えるという思考も生まれてくるしうんでそうするといい感じになってきますねまあだけどやらないので まあそここにはいけないってことですよね結局はだから99%の人は結局さまざまな本を読んだとしても99%の人がさまざまないい話を聞いたとしても99%の人がすごい言葉を聞いたとしても結局やってないので価値を展開できないってことですねうん久保さんもそのキャバクラの話ありましたけどあれも展開できる理由はめちゃめちゃキャバクラにめっちゃ通ったからです 単純に <laughs>。あれ、通ってなかったあの話の展開できないですからね。単純にめちゃくちゃ、まあ、お子さん、もう毎日のように通ってたって言ってましたから、相当キャバクラに金使ったし、通ったし、その、だからそれがあるから話せるんですよね <laughs>。まあ、僕はすみません、キャバクラには通わないです <laughs>。でも、その、あのー、 キャバクラでそれを展開しなかったとでも他で展開すればいいと僕は思ってるので、うん、確かにでもキャバクラにいたら違う価値をね受け取ったりとかね違う発想を手に入れられる可能性はあるけどその可能性は僕い,やい,いらないです <laughs> 僕はすみませんいらないです他の可能性を探しますだったらあのあの,あのアスファルトに咲く花のようにで1億作るみたいな <laughs> アスファルトに咲く花を見て1億作るみたいなねトゥモローです岡本麻代 アスファルトに咲く花ですよ。<laughs> まあだ、ただじゃないですか。歩いてたら見つけられるんで <laughs>。まあ、それで一応稼ぎますね、僕だったら <laughs>。そう。まあ、そんな感じですね。まあ、でも今回のね、久保さんの話はね、やっぱね、しびれますね。展開っていう言葉いいっすね。うん、これはまあ、僕今まで宇宙みたいな話してたんで。 展開っていう確かになったまあでも因数分解もね僕好きなんですけど、三木谷さんの。因数分解するっていう、うん。物事を因数分解していく。まあどういう言葉があなたに刺さるかはね、まああなた自身ですけど、いろんな言葉はありますけど、本質的なところは一緒です。で、最終的にはやるしかないって。わかりますいろんな概念、いろんな言葉、いろいろなお説教、ね、説法、あります。だけど、うん、極論。 やる終了これしかないんですよでやったその先にやらなくてもお金が入ってくるっていうのはありますよでも全くやらずしてね宝くじもね宝くじ売り場に行かずして宝くじを買わずして、まあ、ネットで買わずしてその行動なくして宝くじに当たることはまず100%ないですからありえますかこれ確率論でどれぐらいありますか 街あのこう歩いてるじゃないですか、じゃあ40年間歩きますよね、あの外、どっか、ね、40年間歩かない人って、まあまあ、まあ、それちょっと病気の人とかね、それは置いときまして、普通に歩ける人だったら、なんか、なんか、出勤とかして歩くじゃないですか、じゃあ、その歩いてる最中に、ね、んなんだ、その、宝くじのチケットが落ちてる、まず確率ですよね。 それを見つける確率で、見つけたとしても、これ、もしかして当たってんじゃない、ゴミじゃなくて当たってんじゃないって拾う確率、そしてそれかくその、ゴミじゃないっていう受信をしてね、ま,ま,まず宝くじが落ちてる確率ですよね。<laughs> で、じゃあ、ありました。じゃあ、それを認識して、これもしかしてゴミじゃなくて当たってんじゃないかと思って拾う確率、そしてそれが実際に1億当たってる確率、これ、どれぐらいありますか かもね、限りなくないですね <laughs>。めちゃくちゃないと思いますよ、これうーん。でもそれも結局ね、その行動原理原則でも、まず拾,って拾うという行動をしないとまず1億じゃないですよね。<laughs> どうですか。で、あったとしてもみんなゴミ,とゴミでしょみたいな話で、スルスルし。<laughs> うーんなん宝くじ当てるにしても行動必要ですよって話で。 全ては行動から生まれてると行動なくして何も生まれないっていうのが、まあ、僕の、まあ、他にもいろんな要素元素数学必要ですよ必要なんだけどベースとしては傘を差すという行動をしない限り雨はしのげないってことです、まあ、松下幸之助さんの言葉にかぶせるならね傘を差すっていう行動をしなければ雨はしのげないってことですねわかります だこれも僕も松下さんのね雨が降ったら傘をさすっていう言葉を今分解して話せるのもいろんな経験あるからですよ今の話につなげてね新しく言葉を作りましたけど傘をささなければ雨はしのげないとでもこれね言葉をどう組み替えてるかだけで本質的なところは一緒なんですよただ今は僕行動の話をしてたので、まあ、そこにつなげましたけどうん もうこれいい言葉じゃないですか <laughs> 傘をささなければ雨合うしのげないっていうねどうですかそう、うん、例えばそのまあ飲食店の方だったら、うん、何か新しいことをしない限り今の状況を脱却できないみたいなちょっとニュアンス一緒ですよねうんまた多分緊急事態宣言多分 発動したんじゃないかな、うんはい、まあちょっと長くなりましたけど、まあ久保さんの話はね、非常に良かったので、うん、これはもうめちゃくちゃあれですよ、もう、あの、工学塾で話してるような内容ですよ、もう、もはや。まあちょっとレベル高いんでね、受け取れる人少ないかもしれないですけど、この展開っていう言葉はね、まあすごくシンプルだし、なんか理解しやすいですよね。 うん、なんか因数分解っていう言葉はちょっと難しいし宇宙宇宙なんだよって言ってもねよく分かんないだろうし、うん、展開っていうのは分かりやすいんじゃないですか言葉としては、うん、でもその分かりやすい言葉をチョイスできる久保哲郎ですよ <laughs> そうまあだからやった人しかねだからやっぱねあれですよ、うん、だからね久保さんと僕が何でこのリレーできるかっていうと お互いにめちゃやってるので、無限なんですよね。<laughs> そう。うーん。多分ね、久保さんほどやった人もいないし、僕ほどやった人もいないですよ。だからお互いに、俺ほどやった人いない同士なんで、だから続けられるんですよ。無限に。マジ無限に続けられますからね。だって、久保さんが死んでも続けられるし、僕が死んでも久保さん続けられるし、だから本当無限なんですよ。本当はお互いに、両者が死ぬまで続けられるっていうね。 これやばないですかた多分ね、なんで続けられるかというと、多分そこだと思いますよ。うん。多分もう、お互いに展開が無限になってるっていうね。お互いに展開が無限になって、お互いに天下一武道会開けるっていうね。そう。もう天下統一ですよ。そう。展開しまくった上で、天下統一、織田信長ですね。 この億万長者シリーズはですね、もう天下統一ですよ。日本トップレベルのね、コンテンツになりますから。だってこれね、お客さんでも反応あるんですけど、億万長者シリーズずっと見てますっていう人いてますからね。超濃いファンが。多分ね、これ10年、20年、30年続いたら、で、僕たち死んだらもう伝説のシリーズですよ。多分。これ間違いなく伝説になります。だってここまで続く人いないので。やり取りでね。新しい YouTube のこの、やり方ですよ。 リレード、うん、普通だったら皆さんへでじゃないですか。僕、久保さんなんで,で。久保さんに言ってるんだけど、あなたにも言ってるっていうね、もはや。うん、すごいですね、これはね。たった一人に久保さんに語りかけてるんだけど、まあ、あの、多くの人のあれをこう変えていくっていうね、画期的ですよね。<laughs> 次世代ですね、間違いなく。 だって一人ですよ。久保さんに向けて一応話してるので。だけど今はまああなたへっていうところもありますけどね。うん、はい。終わりましょうか。ちょっと長えな。30分だ。いってらっしゃい。